洪水流の色は不思議や楽しいダイジェスト放送の時間です。今回は8月25日第4火曜日分の放送です。それでは洪水さんお願いいたします。はい、まずは色のお話をしましょうね。身につけていた色が第一印象を決定づけるということがあります。人間の第一印象は約20秒、長くても1分以内に決まると言われています。短いですね。はい、短い。この瞬間に決まるんですね。でこんな短い時間ですから、相手に伝わる情報量は限られています。まず話し方や態度が 38%、 話の内容が 7%、 話の内容なんかみんな聞いちゃいないってことですよ。そして外見が 55% だと言われています。すごいですね。だから外見から受け取られるものは、例えば綺麗とかあんまり綺麗な人じゃないなみたいなことだけではなくて、まあ、洋服、カバン、髪の毛、メガネなどの視覚的要素も含まれています。でそれらの色や形から様々なイメージを人は読み取っていきます。で顔自体はだいたいあって1週間以内にはこうぼやっとみんな忘れちゃうもんなんですよ。まあ、美人だったなとか優しそうな人だったなみたいなイメージが残ってくる。確かにそうですね。で反対に色はかなり高い確率で覚えられているそうです。例えば茶色いスーツを着てたとか、紫色のカバンを持ってたとか、こういう靴を履いてたというふうに記憶されます。確かに見ていたものだよね。ね、その色結構記憶に残るんですよ。なので、その記憶から初対面の人を思い出すということになります。なので第一印象がその後の付き合いを決めるということも少なくないので、まあ、初対面の相手と会う時には覚えてもらえるような色、うん、まあね、不快感を与えないような色、ね、爽やかさをこう感じさせるような色を身につけていくっていうのも手かもしれません。なるほど、はい、という方でした。じゃあまずね、リモート出演の、北海道中富良野のチャーリーを呼んでみたいと思います。チャーリー。はい、 はい、お久しぶりです。お久しぶりです、ね、本当はね7月にあの庭フェスがあって、そうなんです、ね、川崎 FM のメンバーみんなで行って盛り上がって、はい、行きたかった。楽しみに、ね、してたんですけど ね、 ねもう痛み屋さんだからね、中富良野のスーパースターですからねすごいねえ、そうです、うん、すっかりなんかね、はい、あのどうですか、中富良野は全くイベントとかはやってないんですか。全くです。あ、はい、2月から富良野県内のイベントはもうほとんどないですね。あ、じゃあラベンダー祭りもないんだ。ラベンダー祭りも中止です。あ、でへそ祭りも中止、うん、あとワイン祭りも中止です、ね、中止、はい、でこの間盆踊りを1時間半だけやりました。あ、はい、そのぐらいですね。なるほどね。じゃあ、はい、例えばあのほら結構あのカレーのドクソンさんとか、はい、結構なんかちっちゃくライミニライブみたいなやってたじゃないですか、はい、ああいうのもないんですか。僕らも、ね、僕らも非常にお世話になってたんですけど、全然ないです。ライブ禁止というか延期っていうか、はい、店の営業はね、うん、6月から始めてるんですけど、うん、やっぱりどうしてもそのライブに関してはなしですね、うん、そうですね。もう仕事真面目になっちゃってます仕事なんですよね。電波が進む進む。あらまあね、はい、結構ストレス溜まりますよね、はい、ものすごいストレスですね。はい、もう発散できないっていう、うん、そうですよね。仕事で発散する。あの、はい、観光客は来てるんですか。観光客はですね、うん、あのインバウンドの方々はまず来ない。ないんですね。あ、そうですよね。はい。はい、で、うん、この間のお盆の時は、多少内地の方からもいらしてたみたいですけど、うん、ほとんど道内ですね。ああ、道内移動ね。はい、道内移動ですね。うん、あの、別にその、北海道としてあんまり来ないでくださいみたいな感じではないんですよね。そうですね。それは多分ないと思うんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱりうちの町はね、ちょっと田舎な感じもあるんで、うん、まあ、あの、暗黙の了解じゃないですけど、あ、はい、なるほどね、ちょっと、うん、控えてねみたいな感じはありますね。なるほどね、はい、ちょっとね、つまんないですね、うん、ね、
で、はい、なんか大きなワンちゃん飼ったんですよね。はい、バフ君。コロナ禍の中、はい、はい、コロナ禍でなんか動物飼う人多いんですよ。いやでも癒しが欲しい、ね、はい、か、 かなり動物の値段も上がってるみたいな、うん、そうなんだ、はい、やっぱ在宅っていうことで、うん、はい、時間はね、お家にいる時間が多いですからね、はい、おうちタイムで、うん、なんかもうどん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 大きくなってきちゃって全然子犬じゃないですよね、なんかね、はい、やっと6ヶ月になったんですけど、今35キロぐらい、うわすごいすごい6ヶ月で、ね、はい、で前もねピレネー犬飼ってたんですよ、うんうん、はい、ケイちゃんは多分会ったことあると思う。ああ、なるほどね。なんかね、伊丹屋さんも犬好きで、はい、しょっちゅうなんかシェアしてますよね。はい、バフ君の写真ね。もう早く会いたいみたいで。そう、みんなね、バフ君にも会いたいし、はい、なんか普段の、ね。今ね、隣にいたんですけどね、うん、どっか行っちゃいました、ね。どっか行っちゃいました。寝室気持ちだ。とりあえず、家の中でいるんですよ、まだ。うん、ああ、なるほどね。はい、まだちょっと暖かいんで。あ、なるほどね。はい。はい、じゃあその、ね、イントレ組んでたお庭は、もう、イントレ組むこともなく。はい。なるほど。はい。ね、もう一応柵して、ドッグランみたいになっちゃいました、ね。あ、ドッグランになっちゃってる。ステージの前あたりまでね。秋以降はどうなんでしょうね。ここのとこまたちょっと増えたりしてるんですよね。そうなんだ。上川管内で、そのコロナ、あんまり出てなかったんですけど、今、旭川で何人かちょっと出たりとか、うん、なんかちょっと北見で出たりとか、なんか迫ってきてる感はある、ね、なるほど。はい。いや、ほら、ね、11月でしたっけ、はい、ハロウィン。はい。ね、今年はないんでしょうかね。これをですね、26日に会議あるんですよ、ね。これはい。ね、これで規模を縮小してやるか、どうか、うん、なんとも、ね、難しいところ、どっちに転ぶかちょっと分からないです、ね、そう、農業改善会館っていうところで、はい、ハロウィンパーティーライブなんですよ、はいはい、去年、うん、ね、コウズさん来ていただいて、はいはい、もう私今年の衣装もね、はい、揃えてるんですけどね。あ、それはじゃあライブなくても来てもらわなくてそうですね。ね、楽しいんですよね。あ、まあそう言っていただけると、うーん、はい、まあね、まあちょっと閑散と街としてはね、うん、あまり活気がないまま夏も終わりな感じですね。でもほら観光でね、やっぱりちょっと食べてる部分ってあるから、はい、うん、そうなんですよ。うーん、観光協会としては今回その、うん、リフトの運営とかもないので、うん、あれの収入かなりとあったんですよね。あと売店も経営してたんですけど、うん、そこもクローズなので、うん、もう収入源がまるっきりなしになっちゃって、うん、なるほど、ね、はい、厳しいですね。夕張メロンというか、メロンは売れてるんですか。メロンはね、うん、なんとか豊作だったんじゃないでしょうかね、うん、あ、地方発送して、ね、はい、うーん、なんとかね、その辺は、うん、やってたみたいですけど、まあね、ほらペンションとか、はい、ホテルとかもちょっとね、あんまり人来ないと、ね、やっぱそうなんですよ、うん、それでね、中府の旅割っていうか、うん、宿割とかっていうのもね、うん、独自に、うん、道民割っていうのが、なるほど、はい、あれでちょっとね、うん、やってるんですけど、やっぱりなかなか動きは、まあね、ないですね。わ、はい、かりました。他のね、うん、道民割と、うん、GoTo キャンペーンとかも併用ができないので、うんうん、ああ、なるほどね、はい、うん、だからまあそんなにね、メリットがあるわけではない。こんなこと言っちゃいけないけど、はい、わかりました。じゃあ、またそのね、はい、11月のイベントがあるかどうかご連絡はい、もう26日の会議終わったらすぐ連絡します。わ、はい、かりました。はい、今日はありがとうございました。どうも、すいません、ありがとうございます。はい、ということで次のコーナーはちぐさの庭、はい、今日はどんなお話でしょうか。はい、よろしくお願いします、はい、花と言葉の庭に住むちぐさです、はい、今日はいつもの、ね、お花のお話の前にちょっと想像力というのについてちょっとお話しさせていただこうかなと思います、
皆さんは想像力と聞くと何を思い浮かべますかね。うーん、芸術。ああ、いいところ、いいですね。やっぱりイマジネーションがないと。そうですよね、できませんもんね。そうなんですよね。やっぱりこうふわっとしたね、ファンタジーっぽいものをね、浮かべる方が多いかなと思ったんですけども、やっぱり想像力ってすごいやっぱ大事なものだなというふうに思っていて、私はお花のアレンジもするんですけども、そういうものとか言葉やお話とか写真ですね。最近YouTube 始めました。旅する刺繍っていうのもやっぱり全部想像力がバックグラウンドにあるんですね。これは私に限らずだと思うんですけども、で想像力っていうのは例え話として私がよく使うとして、やっぱり以前梅雨のお話をね、こちらでさせていただきましたけど、やっぱ梅雨ってやっぱりジメジメしてっていうマイナスなイメージが強いんですけど、その梅雨のことを例えばこう私でしたらそのサミダレくんっていうね、キャラクターを作って、そういうのがやってくる季節っていうのを想像すると、なんか梅雨ってちょっと楽しくなるかなっていう風な感じで、サミダレくんはこう作ったお話ですけども、やっぱり作物をね育てている方にとってはね、やはり恵みの雨ということもありますし、食物にとっては雨はね命の糧ですね。でもちろん災害まで行っちゃうとね、50年に一度みたいな、それはちょっと ね厳しいですけども、やっぱそういうちょっとね、自分一人が嫌だなと思っていても、そう思わない人、そうじゃない人やそうじゃないものもいるということで、そういうお仕事の方もいらっしゃいますね。そうですよね。なので極端簡単に言いますと、こうマイナスをプラスに変える力があるっていうのが想像の力かなっていうふうに思っております。でこの想像力っていうのは、このただ夢見るようなふわっとした意味合いだけじゃなくて、この大きく見たら他人への、ね、思いやりなんかも想像力の範囲内になるかなというふうに思っています。でこのいろんな視点や、ね、立場からね、そのお仕事で人とかね、いろんな立場から物事を見られるっていうふうになるっていうのは、やっぱり生きていく上ですごい大事なことだと思います。でこのね、こういう生き方しかないと思うとすごい窮屈ですけども、他にもね、生き方とか視点の違いがあると思うと、世界の見え方がぐんとね変わってくると思います。はい。でその皆さんご存知だと思いますけど、ジョン・レノンのイマジンっていう有名なね、曲がありますよね。天国や国、宗教がないっていうのを想像してごらんっていう歌詞で、でその続きとして、こうドリーマーと言われるかもしれない、でも私は一人じゃない、いつか君も一緒に参加して、そうすれば世界は一つになるだろうっていう風な、ね、歌詞が続いていきます、はい。で今この、ね、ご時世でいろんなことが日本でも世界でも起こっているんですけども、これくらいこう壮大なイマジネーションっていうのが、ね、今の世の中にも必要なのかなっていう風に思っております。でこの想像する力っていうのを私はどんどん推奨していきたいと思ってるんですけども、いきなりね、ジョン・レノンばりにこう壮大なイマジネーションをねやらなくてもいいと思います。まずは自分の頭を柔らかくしていくことで、いろんな考え方や物事の見方、スタンスがあるんだなって気づくことで、これは理解しようとしなくてもいいんですね。そういう考え方があるんだなっていうふうに一つ思えれば、これがまず第一歩だと思います。でそういういろんな角度から物事を見るというのはぜひやってみてください。これ運気アップの一つの要素でもあるので、そうですよね。やっぱりね、マイナスネガティブに考えると ね、どんどん変なも引き寄せちゃうからね。そうなので、いろんな角度から物事を見るっていうね、この想像の力っていうのを高めていきたいと思います。はい。私もね、そのお手伝いができるようにいろんな想像力を使ったお話ですとかね、言葉を作っていきたいと思います。はい。で今日は、コスモスの話をお花はねしようかなと思います、はいはい。もう秋ですよ ね秋ですよね。でももう早いものではもう6月から咲いているコスモスもあるみたい で、でそういう夏の時期に見かけるコスモスっていうのは早咲きなんですね。春に種をまいたものが今咲いていて、で夏に種をまいたものは秋に咲きまして遅咲きというふうに言われてます。でね、ピンクが多いかなと思うんですけどね、白とかオレンジとかすごいカラフルで群生していてすごい可愛いですよね。でそのコスモスなんですけど、名前がちょっと不思議だと思いませんか。なんか私やっぱ宇宙かな。あ、さすがですね、そうですよね、コスモスってそう、英語なんですけども、元はギリシャ語で本当は秩序とか調和っていう意味がコスモスっていうのがあるんですね。でその秩序だって統一されているものっていうのがその宇宙っていう意味に発展していったっていうふうに言われてます。でその秩序だったものとか調和が取れたものは美しいっていうふうに
なっていって、その装飾ですとか美しいものっていう風な意味にもなっていくんですね。なのでこの花の方のコスモスもやはりこの花びらが美しく揃っているところからその名前を付けられたという風に言われております。でこの宇宙っていうね、同じ名前をね、このお花に持ってるっていうコスモスがなんかすごい存在だなっていう風に、うん、でも可憐なんですよね。そうなんですよね、うん、すごい優しい感じのお花なんですけども、なので今度お見かけたらその宇宙にもね匹敵する美しい調和を満たす花、うん、コスモスというのをちょっとね、うん、じっとこう観察してみてあげるといいかなというふうに思います。はい、で今日はまたちょっと違った小さなお話を朗読させていただきます。はいはい、頭をこう想像力で満たしながら聞いてみてください。はい、はい、タイトルは人出開けると乾燥した人出が入っていた。手のひらサイズの青緑色したやつだ。なんだかわからないが郵便物とともに部屋に持ち帰る。酒のつまみにひっくり返したりして眺める。水でもかけたら乾燥は元の通りになるのだろうかと、とりあえず手元にあった酒を垂らしてみた。人ではシュワシュワと音を立てて少しだけ色が明るくなったような気がした。面白くなりもう少しもう少しと酒を浴びせていると、その度に色が明るくなっていく。明るくなると重力も軽くなるらしく、今ではテーブルから1センチぐらい浮いている。最後の一滴を垂らすと人ではくるくると回り出した。空中を浮遊するようになり家の中をふらふらと飛び回る。アルコールのせいかガツンガツンとあちこちの壁にぶつかっていた。ベランダの方へ近づいていったので窓を開けてやる。外へ出ると新しい空気で急に元気が良くなったようだ。回る勢いも速くなり、回れば回るほど光を発するようになった。そうしてその乾燥人手だったものはくるくるくると光をまき散らしながら夜空へと昇っていった。あれは星になりたかったのだろうか。はい、今日は想像力の話からコスモスのね、花と宇宙を経由して星になりたかった人手の話までお送りしました。長くなりました。はい、はい、皆さんのね想像力に少しでも刺激を与えられたら嬉しいです。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ちぐさでした。はい、ここで、リモート第2弾、アマテラスのお二人と電話がつながってます。こんにちは。こんにちは。大志さん、どうも。どうも、アマテラスの大志です。はい。アキラです。はじめまして。はじめまして。アキラさん、はじめましてなんですよね。とっても素敵なお声で。ありがとうございます。はい。ちょっとね、軽く2人で自己紹介を軽くしてみてください。はい。まず、アマテラスのギターを担当しております、はい、大志です。はい。6弦を弾いたり7弦を弾いたり、脚本書いたりしてます。そう。多彩なんですよ。はい。はい。はい。ボーカルのアキラです。はい。歌を歌ったりお昼寝したり、ご飯食べたり多彩ですね。多彩なんですよ。かわいらしい。誰にも負けません。うん、アキラさんね、なかなかね面白いんですよ。素敵、今の一言で。そう、配信ライブというかね、はい、そういう番組みたいのを見るとね、すごい面白いんですよ、この二人。見たくなる。そう。でね、アキラさんの方がね、ちょっとね強いの。そうなんですか。そう、いろんなゲームしてもね結構勝ってる。ね、で、それで最後にね一曲歌われたりとかしてね。そうですね、月に1回そういう無料配信やっております、ね、すごい、はい、とても面白いですよ。見てくださってたんですね。そりゃそうですよ。今日だってもう会場にいるような、ね、いるようにもちゃんとね、うちわもね、も用意してますからね、二人の。そう、もうご一緒させていただいてる気持ちですね。ありがとうございます。ありがとうございます。アキラさんのお声っていうのは、割合変幻自在というか、この低音から高音に行き、はい、で、ちょっとファルセットもかかったりしますよね。はいはい、そうですかね、うん、結構ね、ああすごいなと思って、表現力がすごい、うん、ありがとうございます。話し声も表現力がおかしいね。で、大志さんの、まあ、ギターの音とか、うん、配信の時ってものすごい音がいいんですけども、あ、結構あれですね、この時期ですので、うんうん、ライブができない分、配信機材を充実させてまして、素晴らしい、うん、
やっぱりこれからのミュージシャンはちょっと配信もできないと生き残れないそう生き残れないですよね。はい、思っております。いやだからね、結構ね、あ、音がいいなと思って、嬉しいですね。嬉しい。でとっても面白いんですよ。絵描いたりして対決して。それですよ。大師さんの絵はね、それ何みたいな感じで。みんなそれを待ってるみたいな。圧倒的にね、アキラ、アキラ、アキラって入るんですよ。ね、それで、結構海外のファンが多いですよね。そうですね。うん、僕が結構海外でお仕事をさせていただくことが多かったので、それで和風なこうユニットをやってるので、やっぱりこう、いい、なんて言うんでしょうか、格好のターゲットと申します。意外とね、はい、海外の方はその日本文化に憧れるんですよね。そうですね。ありがたいことですね。そう。で、8月30日と9月6日に、はいはい、この大きな配信ライブが。そうなんですよ。ね、はい、どうぞどうぞ。もう8月30日なんで、もう来週です。来週ですよね。はい。本当ですね。月曜日。ちょっと2本立ての、はい、一応ワンマン配信といいますか。はい。ちょっと物語仕立ての。そうですね。何と説明していいのか。いや。物語仕立てすごい。ドラマ仕立てなワンマンライブになっております。へ、はい。はい、ね、こちらのスイキャスプレミアで配信しますので、はい、よろしかったらリスナーの皆さん、ぜひぜひですね、チケットをゲットしていただけたらなと思います。はい、でこれあれですよね、2週間ぐらいアーカイブで見れるんですよね。そうですね。そうですね。ですのでこだわって作った脚本を何回も見ていただけるという。ああ、なるほど。はい。いやだってね、その月1回の配信の時もバックの絵柄も凝ってるんですよ。背景、そう、背景も凝ってて、なんか京都からお送りしてまして、竹林のバッグなんですよ。かっこいい。面白い。面白いの。そう、毎回書いてます。ねえ、そう、だからね、手抜いてないなと思って。その一瞬ね、この楽しい時間をまた空想の世界、さっきのちぐさちゃんの話だけど、やっぱり想像力をかき立ててくれないとね。で9月6日は和太鼓とコラボですか。この日はですね、もう名だたるアニメの、楽曲を提供している刃さんっていうバンドの、元藤ひろしさんという和太鼓の方がゲストにね、はい、招いて叩いてくれるので、はい、今松木先生がちょっと食いついてます。和太鼓でね。いや、また大師さんは能とかご覧になります？一通り勉強でいろいろ見たりはしてます。そう、さすが。はい、ちょっと僕には難しすぎる文化なんですけれど。いや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 、そんなことありません。そんなことありません。でもなんかやっぱ所作の美しさとかはスリーディングの勉強になりますね。なるほどね。姿勢の良さといいますか、凛としたこう力強さとかは、そう、やっぱり姿勢がね、はい、大事ですよね。全然違いますよね。だから、ね、ギター弾く人も姿勢が悪いよりかはやっぱりちゃんとして弾いてる人の方がうまいって。ああ、そうなんですね。ああ、なるほどね。気をつけます。おかしいよね。声なんかもね、やっぱり猫背だとやっぱり、あ、そう、出ないですよね。出ない、息が吐けないかもしれないしね。歌もそうなんですかね。やっぱ猫背だと良くないんですかね。良くないですよ。やっぱり軌道がね、そうですね。そこはアキラさんのね、領分なんで。あんまりちょっと意識しないです。あんまりでもじっとして歌ってる方がやっぱりいいですね。動き回り。あ、そりゃそうですよね。結構僕たちはライブで動きまくるので、なかなかこう、なんですかね、情熱と、冷静の狭間みたいな。でもそこがまたね、伝わる。はい。で、結構ね、お二人、衣装とかも凝ってますよね。まあ、和風ロックということでね。和風だったり、と民族っぽい。アキラはちょっとこう陰陽師みたいなのもありますね。そうですよね。
うん、割とあの趣味全開でやらせていただいてます。あ、それはね大事なことですよ、うん、自分が好きなことをね、うん、やってみせるっていうのは、ね、楽しさが伝わる方法ですよ ね、はいね、うん、じゃあちょっとこの8月30日と9月6日もう一回告知して音源に行きたいと思います。はい、どうぞ。8月30日2本立ての、ワンマンライブ配信、9月6日和太鼓ゲストに迎えて、はい、まあ、毎日ありますので、はい、ぜひぜひね、初めて聞いてなかなかチケット買ってくれる方、そんな特殊な方いないと思いますけど、これから音源流しますから大丈夫ですよ。はい、はい、音源流してみて、もう好きに言っていただけたら、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございました。どうも、はい、ありがとうございました。彼らの曲がね、うん、なんか、ま、あの、ケンガンアシュラにも使われてる。すごい。この番組、ケンガンアシュラに曲使われてる人多いんですけど。うん、すごい、ね。なかなかね、素晴らしいですよ。いや、もうドラマチックでしたね。うん、すごいですよ、勉強熱心で。うん、ということで、皆さんね、はい、ググってみてください。ぜひぜひ。はい。じゃあ、あかねの原色着物話です。はい。いつの間にかね、ちぐさちゃんと入れ替わってたんですけども。はい。はい、あかねやです。はい、今日ね、ちょっと、ファッションとしての着物っていうのがいつも私の中で引っかかりがあるというか、うん、まあそっちで本当は着てほしいけれどもっていう気持ちがとても自分の中に強いので、うん、まあ文化財としての着物とファッションとしての着物っていうことで、ちょっと何か紹介ができないだろうかと思って、着物は着物だと思われてると思うんですけど、やっぱりその文化財として残っていくものと今リアルで着ている人たちの着物っていうのが本当は全然違うものではあるんですよね。ただその大元に流れてる歴史とかそういうものをやっぱり日本人だと知りたいって思ったりとか、やっぱり年末年始に感じたりとか、何かのイベントでふとそこを大事だって思う気持ちっていうのもあると思うので、そういうのにちょっと向いてる資料ってなんかないかしらと思った時に、展示自体はこの間の日曜日で終わってはしまったんですけども、上野の、はい、東京、国立博物館の方でずっとやってました、着物店の図録、実はこれまだね購入可能なんです。そう、私もね教えてもらってね、昨日すぐね、そう、ニューさんにすぐ、はい、ありますよっていうね、はい、着物店っていう風にググっていただければ、それこそ図録のページがあって購入ページ飛べるので、うん、ぜひとも気になったら手に取ってほしいんですけれども、うん、本当にね、初め鎌倉時代から、もう本当現代、現代の代表吉木が入って、吉木さんの着物が入ってたりするんですけど、きめ細やかにというか、写真できるだけ細かいところまで分かるような綺麗な写真でいっぱい入っています。で、着物的にやはり盛り上がった時代っていうかですね、庶民の人まで、割と裕福な着物が降りてき始めたのがやっぱり江戸時代だったりするので、うん、江戸時代のものがかなり多く写ってます、うん、で、着物だけに限らず男性の根付けの写真だったりとか、ね、男の人の根付けはね、おしゃれですかね、頭の宮がね、ご趣味で、そう、ね、持ってらっしゃる、そう、ね、円で言うと 10センチ直径ぐらいの中にもう世界がいっぱい詰まってる根付けのもの、まあ、ごくごく一部ですけどちょっと載ってたりとか、帯留めの写真とか、まあ、私が割と好きな大正昭和の戦前の着物の写真もありますし、それこそ江戸時代とかになると、先ほどもね、控え室で話皆さんとさせていただいてたんですけど、篤姫とか和宮とか、本当に江戸時代の最後の方の割と栄えた、本当にもうここまでですよっていう感じの、でもとても手の込んでる思いのこもった着物の写真とかもいっぱい載ってるんですね、でね、篤姫とその和宮のね、衣装のね、好みの違いがねすごい顕著に出てますね、そう、やはりね、本当に着物って今もそうなんですけど、その人の背景が見えるっていうか、ね、それがとても分かりやすく、4ページぐらいにわたって写真があるので、もしも興味持っていただいたらぜひとも手に取っていただきたいんですけど、そのリアルな着物っていうか、リアルの着るもの、衣装としてっていうところで、まあ今いろんなルールがあって堅苦しいものっていう風に取られがちなんですけども、ちょっと最後の方にいろんなその学芸員の方の解説みたいなのが載ってるんで、ここ読むのすごく楽しいんですけど、お一人ですね、大橋みおりさんという方が書いてるところの、テーマが江戸時代の風景画の流行と着物っていうのを題でちょっと数ページ書かれてるんですけど、そこの終わりのところにね、書いてあるもので、
江戸時代の風景愛好の機運を背景に小袖っていう、あの江戸時代の前小袖だったんですね、はいはい、そこからだんだん袖が伸びてきてるとか、今の着物にだんだん近くなってくるんですけど、まあ、小袖についても、どのような風景表現が見られるかを紹介してきましたっていうのがこの、あのまあ、総書でちょっと書いてるんですけど、でその後に、風景模様の各分類の中でも時代の流行や個人の好みによりどのように空間を構成するかに違いが生じる、風景を題材とした作品を鑑賞するときにその衣装をまとう人物が風景が内包するどのようなイメージをまといたかったのかということに思いを馳せるのもまた豊かな鑑賞方法の一つではないかって書いてあるんですけど、これってすごく大事なことというか、今着てるリアルなものでも残っていくもの、今残されてるこの中に資料として残っているもの全てに通ずるもので、あのルールも大事、マニュアルも大事なんだけども、その人がどう着たいか、どう表したかったかっていうのをちょっとこう寛容な目でというか、先ほどの想像力じゃないですけど、思いを馳せるっていうちょっとこう愛情があるような感じで想像をかきたててもらえれば、着るものに対してのルールとかそのばっかりに縛られるんじゃなくて、もっと身近に着てみようにつながるんじゃないかなってちょっと思って、なのでよければですね、3000円でした、ズロク送料がちょっと安いんですよ、すごい送料でね、3000円でした、そうなんです、はい、なのでよかったらぜひ、はい、はい、日本人のちょっと心も入ってると思うので、はい、はいはい、ありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ身近な能楽、能楽の楽しみ方のコーナーです。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日はね、あのいよいよ本丸に突入と言いますか、ちょっとね、ちょっとね、すり足について聞いてみようかなと思うんですけど、すごい興味があります、うん、でもね、あのすり足っていう言葉を知らない方もね、うん、あ、そうですよね、うんうんうん、インターネットでですね、調べて、すり足ってちょっと調べてみたんですよ、うんうん、そしたら老人に多いってその、ちょっと違う、ね、すり足じゃなくてこれはもうその引きずり足なんで、だ引き我々のそのすり足っていうのは、うん、あの運びなんて言い方もするんですけれども、うんうん、まあ舞台でですね、旅の、で舞台でまあ要するにまあすってその前に運んでいくと、うん、まあこれが基本にですね、うん、でそれをまあその見せるという形ですから、引きずってるわけじゃなくて、うん、意識的に足を前に運んでるわけですよね、うん、でここ音もなくね、そうなんですよ、旅の擦れるとか、それが結構、ね、それがすごい、ね、響いてくるんですよね、そう、うん、でかかと上げないですからね、いや、ま、なんか不思議なんです、でそれでその下半身をその一定にして、うん、で足だけ前に行くんですね、うん、でそうするとそうするとですね、筋力を使いますね、ですからね、うん、この足をこう、うん、まあ、前に置くっていう、すり足をするっていうのは結構大変なこと、うん、大変ですよね、でですから、まあ私たちはその80歳を過ぎてもですね、うん、例えば能面をかけて舞うこともできるし、うん、飛ぶこともできる、うん、助走なしでね、うん、すごい、ちょっと飛び返りなんていうか、そういうこともやったりする、うん、でまあその訓練ですから、やっぱりその、うん、一筋縄じゃいかないんですよね、うん、か簡単に、うん、そのまあ足をすることはできるけれども、うん、まあその脳として舞台をでの中でどう見せるかっていうのは、うん、なかなか簡単なことじゃなくて、まあ、うん、一生それをテーマに持ってやっていかなければいけないのかなと、体調とかも出たりするものですか、膝とか腰とかが悪いとうまくいけないですね、見てるとその差は全然感じさせられないぐらい、相当体感ができてないと、そう、でも体感っていうのは、うん、まあ他の世界でも同じだけれども、うん、だからなんですけど、やっぱり体をその芯を動かさずに、うん、その移動していくっていう形っていうのがね、やっぱりこれはまあ脳に限らず、例えば武道なんかでもそうだし、うん、柔道とかお相撲もそうですよね、うん、足すりますね、そう、すり足ですね、あの土俵入りなんか、はい、ね、そうそうそう、うん、家ででもですね、うん、自宅でも、うん、その私がなんか意識的に擦ってるんですよ、いや実はね、スタジオに、ね、先生入られる時もね、すり足なんですよ、でなんかね、それでね、うん、子供たちにね、うるさいってその移動するのにね、スル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 して、ね、
この意識してないんだけど、足を上げてっての逆にできないみたいな、ね、あ、なるほどね、うん、なんかスリ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 しちゃって、だ本当に、ね、ここのスタジオに入られる時もね、あ、すり足になってるって思う時があった。全然意識してないんですけどね、だからそれがもうやっぱり先生クラスになると無意識、無意識になる、まあ、まあそうかなと思う、ね、まあ、昔はあの歌舞伎の役者さんやら日本舞踊の方なんかも多くその舞をな、の舞をですね、習ってそういう運びっていうのを習ったりされてた方、私は子供の頃は大勢いらっしゃいましたね。で、つま先は上げるんですけど、本来、例えばその脳の、まあ、奥のその老女物って今、そのおばあさんの曲をやるときは、わざとつま先を上げないっていうとか、あ、そこまで表現なんですね。からその運びだけでもね、その運びだけ見てるだけでも、なんかグッときたりするのが、なんかよくわからない、この、それ想像力ですよね。そうそう、さっきの挨拶さんがね、その運びで何かをこう、だ、例えばその、まあ、一歩って言わないで、二足って言ってるか、爪足とかって言うんですけども、その詰める、こういう前にこう一歩出ることで、なんかこう相手に対するこう気持ちを出すとか、下がることでちょっと悲しみを出すとか、そういうこう表現っていうのかな、何もだから移動するだけなんだけれども、それでこの表現をする、から左をこうぐーっと回って1年経つとかね、時間が超えちゃう、時間を出すってことですね。だからさっきのコスモスじゃないですけど、はいはい、私は脳舞台って、宇宙だから、宇宙ですよ、宇宙ですよね、4本の柱の中が結界なんですね、結界ですよね、ですからね、あそこは神様が生まれるっていうことで、神聖な場所っていうことですよね。それでそのまあ、すり足をしてですね、こうその移動するっていうことで、なおまあそういう表現っていうのかな、でそこに拍子っていうのがあって、ドンと音を立て、これはだから四股と同じで、そうですね、だから多分その踏みしめると、悪霊を封じ込めることですよね。うん、だ、本来脳っていうのは、やっぱり疫病退散とかもそうだけど、そういう意味合いもあったんですよ、神事の意思、神事なんですよ ね、 だから花火にしてもしかり、お相撲にしてしかり、やっぱりみんな神事なんですよね。日本のその、まあ、芸術っていうか、まあ、もそうですし、それから例えば柔道とか相撲もそうだけど、足をこう、蹴上げるっていう、上げるっていう動作はしないで、やっぱこう、前にこう、送って進む、下がってっていうようなもので、まあ、ヨーロッパにその、ボクシングっていうのかな、いうのとか、サッカーとかっていう、こう、足を蹴上げる。ピョン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 しない。それ多分文化の違いだと思います。で、ね、痛み屋さんがね、能楽ライブをやるんで、先生のとこにすり足を習いに行って、でもやっぱり時間がなかったから、能舞台でやっぱりね、ちょっとグラグラっとね、そうですね、そう、一生懸命やられたんだけど、やっぱりちょっとグラグラ、いや、だからそれだけやっぱり難しいってことなんですよ ね、 ね、ただね、じゃあ吸ってごらんって言っても吸えるもんじゃないんですよ、ね、バランスがね取れないの、いやいや、やっぱり難しいものなんだなと思いました。要するにするってことは当然抵抗があるんで、それを力がいるわけですよ、前を足を送るっていうことはね、でそうするとどうするかと、足上げて、要するに抵抗をなくした方が歩きやすいでしょ、はい、でちょっとこう浮かせちゃうわけ、女をそのそれは楽なんだけれども、そしたら吸い足になってね、ちょっと結局上下しちゃう、はいはい、その同じこういう、そのなんていうか、前に吸った腰の位置を安定にして、ずっと前に送っていくっていうのは、すごく足が力が入ります。だってあれだけこうパワフルな歌声が出せる筋力を持ってる人でさえ、やっぱりフラってなるんだから、ただそうですね、筋力だけではない、やはりこう重心の置き方っていうか、でこれも鍛錬なんですね、ですからその1日2日でできるとか、じゃあ何回やったらできますかっていうものではないですね。だからジム行ってガシコンやればできるっていうものではないですよね。そのまあそれはですから、その舞台をですね、ぬか袋でこう拭くんですけれど、
その拭くところから始まって、そういうものを得てから、そのまあ運ぶと。まあ、子供の時代は、小型の時はですね、あまりそういう意識はしないで、とにかくまあ足をすりなさいぐらいなことであれしてるんだけども、その足の指をですね、親指と人差し指がくっついて、その、だから指だけ上がるわけにいかない。全部上がらなきゃいけない。あ、バラバラにならないようにってことですね。私で見ればこれをじゃあこうだったら、はい、こうなんなきゃいけないね。あの要するに指が全部くっついた状況で、すごい綺麗にまっすぐ上がってますけど、それをこう指がこうなったり、こういうふうにあの、はい、動かないで、で上がんなきゃいけない。これ結構ね、いや今指動くの無理だと思う。で指動くの。つっちゃう。そう意識すればするほど指がね動いちゃう。ちょっとできないんですけど。ね、あの足袋を履いててもね、あの親指とその、その他の4本が離れちゃう。離れると思います。なので、なかなか難しい。そこに草履でこの、あの親指と人差し指を挟んだ状況で上げてみてとかって、まあいろんなこと言うんだけど、こうあの親指だけ上いっちゃったり。うん、あの他の指だけこう上がっちゃう。そうですよね、意識すればするほど上がる気がします、ね、全部だから、全部こう面になってつま先が、だから指だけ上げるみたいな、うん、ではないですね。このね、だから運びっていうのは綺麗な運びができるかできないかっていうのは非常に能楽師にとっては重要なポイントです、うん、まあ今度お能をご覧になった時に、そう、はい、皆さんね、まずそこをね、まあ、私のあまり見ないですよね。来ますよ。来ますよ。で、ちょっとね、すり足とはね、離れるんですけど、この間のね、あの、ワンコイン講座の時に、その先生が、その、能は、その、弦楽器を使わないっていう。要するに、打楽器と笛で管楽器。で、弦楽器は実は自分の喉だっていう話でした。もう、声帯が弦楽器だと思う。だからこれにます違う、うん、まあ要するに、お三味線とかお琴の弦楽器を入れてしまうとやっぱり声の良さみたいな、良さっていうかな、ものやっぱりそちらの音が大きくなっちゃうし、幅もあるから、やっぱりそのどうしてもそっちに勝っちゃう、そっちの方が勝ってしまうような気がする。やっぱり音を聞かせるっていうにはね、やっぱり声を聞かせるっていうのはにはやっぱり弦楽器っていうのは必要ないっていうものに持っていくんじゃないかなって思う。歌舞伎のようにその割とこの集団でっていうか、はい、大勢で歌われるんであるならば、それは可能かもしれないけれども、能の場合は割とそういう、まあ、自由体っていうのはあっても、まあ、一人ずつが歌うっていうこと、役がですね、の方が多いんかな。で、あの、能面をつけたまま歌いを歌われるんですよね。だからあれがすごいんですよ。あれがすごいですよね。あのね、普通はね、だからね、まあ、こもるっていうんだけども、こういうふうにしないと聞こえない。これは口の中でやっぱりこう響かせる、あのよく民謡が、あのこう息、ろうそくの息とか、あれって結構口の中で回してるわけ、外にこう息が出る、だあれと同じ原理なのかなと、そうじゃないと、あの能面を表をかけた時に、あのやっぱりあの声がね、こもりますよね。で、そのこもんないで響かせるっていう、このはちょっと独特な発声方法なのかもしれない。だから本当にあのすり足もそうだし、はい、その歌いもそうだし、体を本当に使ってますね。ますね。そうですね。体を使ってる。ですからね、あのアマチュアのね、そのまあお稽古されてる方でも、やっぱりまあその長年やってられる方、まあ80代90代なんかの方も結構こう太い声が出てありますよ。で声出すって、それからその舞を舞ってられる方なんか姿勢もいいし、そういうこう、まあ体に必要なことをまあやれてるのかなっていうのは、そうじゃないとどうしても姿勢も悪くなってしまうし、声も小さくなっちゃうしね。多分ね、そういうちゃんとした姿勢、体幹のところに魂が宿るんですよ。そうですね。でそれを感じ取ってみんな感動するんですね。だと思うんですよね。でそこは結界で神聖な場所なんですね。で、あの先生がね、あのこういうお話を分かりやすく、はい、あの月に1回ワンコイン講座で、はいはい、教えてくださいますので、こちらの方も松の会でグッズで、そうですね、あの検索していただければ、はい、あの日時、それから、はい、あ場所等をですね、はい、あの見ていただけるかと思います。はい、よろしくお願いいたします。ということで、はい。
今日もいろいろ盛りだくさんでスタジオの中はちょっとリモートですけれどもね、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。8月も終わりますが、まだまだ残暑が続く予想となっておりますので、熱中症対策引き続き頑張ってしていきましょうね。それではまた次回をお楽しみに。お相手はしゅうせいでした。またねー。